サードウェーブコーヒーでは、コーヒー豆を職人の素材と捉え、その風味を一杯のコーヒーに落とし込む方法を模索する。サードウェーブコーヒー、またはコーヒー第三の波とは、アメリカ合衆国におけるコーヒーブームの第三の潮流。19世紀後半から1960年代におけるインスタントコーヒーなどの普及により急速に家庭に広まったファーストウェーブ。 1960年代から2000年頃にかけてのスターバックスなどのシアトル系コーヒーに代表されるコーヒーの風味を重視するセカンドウェーブに次ぐコーヒー本来の価値を重視する第3のコーヒーの流行を指すコーヒーを単なる生活必需品として捉えるのではなくワインのような芸術性を兼ね備えた高品質な食品として提供することを特徴としコーヒーの栽培管理 収穫、生産処理、選別そして品質管理に至るすべての工程において品質管理が適正に行われており、欠点豆の混入が非常に少ない。個性を持った商品に人気が集まるといった点で、チビールと類似した特色を持つ。サードウェーブコーヒーはワインや茶、チョコレートのような他の食品植物のように消費者が風味、品種、 産地の素晴らしい特性を理解できるよう、適切な焙煎、抽出がなされることが求められる。サードウェーブコーヒーの大きな特色としては、自家輸入のコーヒー、高品質なコーヒー豆、シングルオリジンコーヒー、朝入りの豆、ラテアートにある。サードウェーブコーヒーの流行と関連して、コーヒーサイフォンやケメックスコーヒーメーカー、 ハリオなどのコーヒーサーバーといったコーヒー器具が見直される動きもある。サードウェーブの用語は2002年からアメリカ合衆国で使用され始めた用語で1990年代に流行の兆しが見え始め、現在まで続いている現象であるが、その起源は60年代、70年代、80年代にも求めることができる。カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、スカンディナビア諸国にも、 同様の流行が存在する。日本においては、2015年にサードウェーブコーヒーの発祥とされるブルーボトルコーヒーカンパニーが再上陸するなど、コーヒーブームの到来とともに2013年以降、用語の使用が増加、需要されている。ただ、日本においては、もともと独自の喫茶店文化があり、特に純喫茶を名乗る店を中心に、 サードウェーブコーヒーの考え方に近いコーヒーを提供する店が古くから存在していたほか、1970年代にはコーヒー専門店ブームが起こり、一杯ずつ丁寧に入れたコーヒーが流行した。このため、むしろ昭和回帰と評する向きもある。より抗義にはサードウェーブコーヒーはスペシャリティコーヒーの一部であると見ることもできる。サードウェーブコーヒーについての最初の言及は、 レッキンボールコーヒーのトリシュロスギブが2002年11月にアメリカスペシャリティコーヒー協会の広報誌フラムキーパーに寄稿した記事である。さらにマーキーコーヒーのニコラス長もオンライン記事でたびたび言及しており2005年3月にはナショナルパブリックラジオの番組オールシングスコンシガードでインタビューに応じている。より最近ではニューヨークタイムズ LA ウィークリー ロサンゼルスタイムズ、ラオピニオン、ガーディアンにおいて特集記事が掲載されている。ありがとうございます。